5分でわかる水彩画、今日はこちらの絵を描きますよよろしければね、評価とチャンネル登録をお願いしますはい、やってみましょうね今日はアジサイを描きますよまずぐるぐるっと丸を描いて、今日2つ描こうねそしてね、アジサイの花は実はこういう形の花がね寄せ集まってるん,んですね つまりこの球の面の上に今描いたパターンがですねこのように貼り付いているわけです。ね。こういう理解が必要です。さそれではその貼り付いたこの十字形のねこの花をここにこう描いていきますよ。さあじっくり描いていきましょう。ね。こんなふうに表面に貼り付いているというわけです。 どうですか柴咲はね今まで紫陽花の描き方ね何通りかアップしましたけども今日はじっくり描いてみます。さあでは色を塗りますよ。まず少し濡らして一つ一つ描いていきましょうね。そしてイエローレモンをこう塗ります。今日は青紫のねあじさいにしたいと思いますから。 そのような色をこう作ってきます,です、ね、コンポーゼブルとオペラピンクですねそしてこうやって塗っていきます今日はこうねじっくり書きますのでこれご覧になりながらねこう追いかけてこれだったらきっとね、えー、参考にしやすいと思いますねぜひあなたも頑張って書いてみてくださいね このように同じふうにね、ずっと書いていくだけです。まずは。うん。こう、中心がね、明るく、ね、なって、周りが少し青紫に色で、こうやって描いていきます。ゆっくり描いていけばいいですね。そして丸くなってるんですので、こちらが、まあ少し明るくしましょうね。しかも、こっちに来ると、 この十字形の花のパターンは横から見てるので少し形が崩れて見えますよね。側面が多く見えてきますのでそういうところはちょっと注意しましょうね。はい。さあ、どうでしょう。だいぶね、表面にこの十字形の,この花びらのパターンがくっついたでしょう。では、それぞれの今書いた花と花の間。 今こういじっているあたりですね。それはどうなっているかっていうと当然その下側にも同じふうな花が重なっていますこうですねだからまあちょっとなんか色の変化があるんだよっていうような感じでこう塗っておきましょうかでもあくまでも最初に描いたねいくつかの,この表面に張り付いている花びらの形はねちゃんと見えるようにしておきましょうね うん、向こうには花びら花びらっていうかまああじさですけどねこっちはちょっと赤いアジサイででも単純化です後ろの方だからね日向って日陰をちょっと描くぐらいさて葉っぱです葉っぱはねこの後ろの方のアジサイの葉っぱは少しくすんだ色で描きますですねいろいろ混ぜてこんな具合ですよその反対に 手前のアジサイの葉っぱをうーんと鮮やかにしましょう。ね。それから、ちょっとこう色を混ぜたりね、水を垂らしてばっかりにするとね、は、あら、こんな感じですよ。葉っぱに表情が出て楽しいと思うんだよね。うん。やっぱり花びらは、花だけじゃなくて葉っぱもね、大事だからね。さあ、どうかな。 見えてきたでしょこれ今日光はね斜め右上から来てますさてホワイトを取り出しましたよねガッシュですよ不透明水彩ですねこれを使ってねこう花びらが少しこうめくれたりそったりした感じを描きたいと思いますねこんなふうにちょっと明るい色にしてから ね、こういうふやってこう花びらのね襟がちょっと反り返って明るく見えるっていうな感じですうんこんなひと手間ね楽しいんだからこれやってみてくださいねよいしょそれからまたイエローレモンにホワイトを加えてね明るい黄色を作ってまた花の中心にほらこういうとこですね で入れてあげるといいですねねちょっとお化粧すると切るでしょポンポンとねこんな感じですうんさあだいぶどうかなあじサイの雰囲気見えてきたかなねこれもちょっとやってあげようかな えー、後ろの花びらもちょっとだけねいじってさあどういう具合だろうはい出来上がりですはいねっき上がりました紫陽花ですねもうこれからねとても季節に美しくね咲きますねえー、まあ今まで紫陽花の動画はね えー、2度ほどアップしてありますので今回は少し違うアプローチで、ねえー、やってみました、えー、まずはですねこのアジサイがこうたくさんの花で集まってるんですねだからまずその一つの花を理解しましょうというのが第一のポイントでしたそしてそのはたくさんの花がこのね休憩の この表面にいろいろな方向で、まあ、張り付いてるんだという考えですね。これが第二のポイントでしたよ。ねえ。そこらをこう、まあ、ちょっとね、じっくりやってみると、手順をと自然にこう書けます。もう、ぜひ、試してみてください。ねはい。もう、季節のお花ですからね。おうちに飾るといいと思いますね。 ね、長い長い時間ご覧くださってありがとう。また次回はね。違う作品であなたとお会いしたいと思います。はい、それではまたね。